まずはじめにですね、ゼロカーボンシティ深谷宣言につきまして説明をさせていただきます。資料の1ページをご覧ください。深谷市は2050年に二酸化炭素排出を実質ゼロにすることを目指すゼロカーボンシティ深谷を本日令和3年1月26日に宣言をいたします。ゼロカーボンシティとは、地球温暖化の原因となる温室効果ガスである二酸化炭素の排出量を2050年までに実質ゼロにすることを目指す旨を首長自らが、または地方自治体として公表した地方自治体のことで、1月13日現在、28の都道府県をはじめとする206の自治体が宣言を行っております。それでは宣言の概要についてご説明いたします。深谷市では第2次深谷市総合計画、深谷市環境基本計画及び地球温暖化対策実行計画事務事業編に基づき、二酸化炭素排出量を低減してまいりましたが、近年の猛暑や豪雨災害など気候変動は深刻さを増しており、これらは地球温暖化の影響によるところが大きいと言われております。このようなことから、深谷市は今後地球温暖化防止対策により一層取り組むこととし、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すゼロカーボンシティ深谷宣言を行うものでございます。深谷市では現在、市民向けに太陽光発電システムやエネファームなど一般住宅への省エネ設備及び電気自動車等購入費の補助金交付事業を実施しております。一方、二酸化炭素を排出する事業者としては、地球温暖化対策実行計画事務事業編に基づき、庁舎の照明や空調を高効率な機器へ更新し、太陽光発電設備の積極的な導入による二酸化炭素排出量削減に取り組み、並行して自治体新電力である深谷 e パワーを活用したエネルギーの地産地消などの取り組みを進めているところでございます。本日ゼロカーボンシティ深谷を宣言いたしましたが、今後は実現に向け令和4年度に見直しを迎える深谷市環境基本計画に脱炭素社会を目指すことを明記し、深谷市全域の温室効果ガスの排出の抑制等のための計画である地球温暖化対策実行計画区域施策編及びすでに生じている気候変動による影響や将来的に生じる恐れのある影響について回避軽減するための気候変動適応計画を策定し、実効性ある地球温暖化対策に努めることでゼロカーボンシティ深谷の実現に挑戦してまいります。次に、今度は中んちの渋沢栄一アンドロイドプレ公開につきましてご説明をいたします。資料の2ページをご覧ください。深谷市では渋沢栄一郎の功績や考え方を多くの方に知ってもらう新たな手段として、渋沢栄一アンドロイドを2体製作いたしました。すでに昨年の7月からは70歳頃の栄一郎の姿を再現したアンドロイドを渋沢栄一記念館で一般公開しておりますが、この度2体目となる80歳頃の栄一郎の姿を忠実に再現したアンドロイドを旧渋沢邸中んちに設置し、栄一郎の誕生の日である2月13日土曜日からプレ公開いたします。当初はですね、令和4年4月に公開を予定しておりましたが、大河ドラマの放送により訪問者の増加が見込まれることから、現在行っている改修工事を約1年間中断し、2体目のアンドロイドをプレ公開するものでございます。なお、今回設置するアンドロイドも株式会社ドトールコーヒーの名誉会長である鳥羽博道氏からの寄付を財源に、鳥羽氏の意向を踏まえ制作したものでございます。すでに渋沢栄一記念館で公開しております1体目のアンドロイドは、70歳頃の栄一郎がさまざまな場所で講演をしていた姿を再現したものですが、今回プレ公開するアンドロイドは、
和装姿の栄一郎が故郷である深谷に帰郷した際にしばしば立ち寄り、寝泊まりした中ん家で座敷に座り、和装でくつろいでいる80歳頃を再現しております。ぜひ一度ご覧いただき、在りし日の栄一郎の姿を体感し楽しんでいただければと思っております。次に渋沢栄一論語の里循環バスを運行につきましてご説明いたします。資料の3ページをご覧ください。大河ドラマ館の開館に合わせ、2月16日火曜日に渋沢栄一論語の里循環バスが運行を開始いたします。運行期間は2月16日から令和4年1月10日までを予定しております。運行会社は深谷観光バス株式会社となります。本循環バスについては、大河ドラマ青天を衝け深谷市推進協議会の要請に基づき運行するものでございます。運行概要についてですが、路線名称は渋沢栄一論語の里循環バスになります。起終点は中町バス発着所で、足利銀行東側の土地になり、主な経由地は大河ドラマ館、渋沢栄一記念館、旧渋沢邸中ん家、道の駅岡部、深谷駅となります。運行時間帯は午前8時35分から午後5時23分で、運休日はなく、車両台数は平日1台、休日2台を予定しております。運賃につきましては、乗り降り自由の1日乗車券が大人500円、子ども250円となっており、また乗車区間に関係なく1回乗車券が大人250円、子ども120円となっております。なお本循環バスは市内にある埼玉工業大学の協力により、一部区間を自動運転バスでの運行を予定しております。大河ドラマ館の開館日でもある2月16日の運行初日には、渋沢栄一青天を衝け大河ドラマ館で出発式を予定しております。なおこちらの出発式につきましては、後日詳細をプレスリリースでお知らせいたします。大河ドラマ館をはじめ関連施設を一巡りできるバスですので、ぜひ多くの方に利用していただき、市内を回遊していただければと思っております。次に大河ドラマ館オープニングセレモニーを開催につきましてご説明いたします。資料の5ページをご覧ください。いよいよ2月16日に渋沢栄一青天を衝け深谷大河ドラマ館が開館します。これに合わせてオープニングセレモニーを開催いたします。開催日時は2月16日火曜日の午前10時からとなります。会場は渋沢栄一青天を衝け大河ドラマ館入り口前でございます。出席者は埼玉県知事や NHK の関係者、地元選出国会議員、県会議員、渋沢栄一包括連携協定関係団体、大河ドラマ青天を衝け深谷市推進協議会委員などで、内容としましては、ご来賓による祝辞、テープカット、館内見学などを予定しております。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、出席者は来賓のみとさせていただき、一般の方には周知しておりません。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、出席者の変更やイベントの規模を縮小させていただく場合がございます。当日は関連イベントも開催予定となっており、こちらにつきましてもご説明いたします。まず午前11時より、大河ドラマ館内の中庭で、渋沢栄一王絵巻起草セレモニーを予定しております。こちらは栄一王の生涯を描いた絵巻を、突販ホームズ株式会社から深谷市へ寄贈いただくものでございます。そして午前11時30分からは、大河ドラマ館のバス停留所にて、渋沢栄一論語の里循環バスの出発式を予定しております。また、開館日当日につきましては、一般来館者の方は、午後1時から入場が可能となり、大河ドラマ館内に併設する、
深谷物産館も同時に営業を開始いたします。そして大河ドラマ館駐車場ではキッチンカーの営業も行います。なお大河ドラマ館開館記念プレゼントとして来館者先着1万人に群馬県安中市の大河ドラマロケ現場で栽培された愛の種をプレゼントいたします。そして大河ドラマ館ではボランティアスタッフが運営の一部を担っております。広報誌などで募集し現時点で30名ほどの方から応募いただいておりますが現在も募集しております。興味のある方はお問い合わせください。大河ドラマ館ではドラマの進行に合わせ展示内容も変わる予定となっております。ぜひ一度と言わず二度三度と訪れていただきドラマと合わせて楽しんでいただければと考えております。また大河ドラマ館だけではなく栄一郎ゆかりの地も訪問していただきこの栄一郎をきっかけに深谷の魅力を感じていただければと思っております。本日は以上でございます。よろしくお願いいたします。